あいよ、あいた。小葉、小林、直し、10時前、50分か ?50?50 分な。ということでね、お仕事します。いうところの、今日は名金、花金、口金やからな、金曜日ですよ。いうところでね、お願いいたします。皆さん、無事にお勤め終えられましたでしょうかね。学生、諸君もね、もう卒業式っていうね、ところもあったのかな、今日あたり昨日あたりね、そのあたりで、ご苦労さんでしたおめでとうということでね。さあ、じゃ あ私もまだ卒業ではございませんがね、やらさせていただこうかなというところでね、送る言葉かなんかやっぱりね、送らなあかんのかなとか、いろんなこと考えてございますけどもね、忘れた。だから、もう常にその、前を見てるじゃないですか、いつも。だから、もう今やったらもう3月、もう半ばですか、ね、そのあたり。だけど、もう4月、6月とかな。でも4月、6月、そんな早い前見てるのとか、あるけども、そんな僕の中ではまだ手前の方でね、もう2年とか、3年とか、そっちの方にね、なるよ、もう、まあ、気持ちも体もいってしまうって言ってね。だから、さっきのこと忘れるもん。で忘れたりで、忘れたりで口癖のように言ってますけど、なるよな。ほんまに忘れてるもんね。だから、先言うかな。行き過ぎっていうのもございますけれどもね。もうそれも止められへんからね。仕方ないから、ちょっとね、忘れた。で今日は、レオとリーちゃんも、レオちょっと長かったな。何してんの？もう毛、ふさふさしてるやんか。1時間ぐらいおったんちゃいますかね、同じ場所に。しごきやな思ってね、まあ、リーちゃんの場合は歩きますやん。1時間やけど、歩くから、どうにかこうにかね、バランスも取れるかなっつうところでね、歩かんから、ね、歩かん人がおるから、ね、ここに。だから、歩かん人か、歩かん犬を言うか、歩かん人、なあ、知らん顔せんでやんか。レオ。レオ。なんだ、知らん顔せんでやん。いいから、それで。だから、突っ立ったまんまでしょ、正直言うて。腰に来たりなんかしたりなんかしましてね。まあ、これ、しごきあるな思ってね。まあまあ、いいけどさ。そのあたりで。で、明日は明日でね、また、朝から、いつものバターでございますけどもね。まあまあまあ、雑用したり、ね。今日は、だから、いろんな訳ありで、そこからほら、1時間やって、ね、立ってきて、で本来すぐにね、風呂だとか何とか段取りしたらね、もうちょっと早くできたんですけど、なんか黄昏れてしまいましてね。なんか無駄な時間ではございませんが、なんか1時間ぐらいかな、50分ぐらい何にも考えんと LINE したりね、そんな時間も必要かなっていう、いつもこうバタですやん、無駄な時間は的な。だけどなんか花金やとかいうねことも助けたのか、ちょっとダラダラじゃないけどもね、ぼーっと過ごさせていただいたいこの結果ということでね、申し訳ないね。おまけもうちょっと食い込んでしもうたなぐらいです。さあ、明日朝、明日8時10分目覚ましでねやらさせていただいて、ほんまもうちょっと早くてもいいんですけどね、これちょっと夜更かし入るんかな思ってね、ちょっとこひょっとこしてちょっとこじゃひょっとこして、だからまあまあ8時10分にして、いつも7時10分8時10分とか、平日5時10分とかで10分っていうのはありますやん。これクエスチョンかなって思われるけど、なんてことはない。10分寝たいっていうだけ、要するに。だから5時だったら5時でいいねんけど、10分。6時で60分。だから8時やったら8時10分。10分寝たいっていうね。だからそれだけなんだ。なったらすぐ起きますやん、それから。あ、10分や、いうことね。だからそう、余裕をかまさないっていうね、ちょうど、そういう状態。前倒しにしたらほら、あ、余裕あるようにセットしたな思ったらちょっと寝ますやん。だからそれがあかんから、あえて、
10分伸ばしてるっていうね、そのあたりでよろしくお願いします。朝10、80分からやって、だ時間あったら朝ほらねやるからよろしくお願いします。ほらちょうど5分やな、5分ぐらいのこのべしゃりでね、いけたね。そして今日初めてアマチュアチャンネルご覧になってくださった方につきましては、ほらこっちの方で、あの YouTube の方で天野剛のチャンネルよろしくお願いしますね。チャンネル登録の方もね、そしてあの YouTube じゃあの TikTok の方もね、じりじりっとあのもうほんま毎日毎日ねあのフォローしていただいてありがたいね。で10分過ぎたらいつもあの YouTube の方でごめんな言うてね、申し訳ないね、また覗いてやってくださいね。よろしくお願いします。今日ちょっとアリスやらしてもらおうかな。いや腹減ってもんでね。ご悩み続けた日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心を閉じたまま暮らしてゆこう。遠くで奇跡を聞きながら何もいいことがなかったこの街で俺を見捨てた人を恨んで生きるより幼い心を秘めた虚しい涙の捨て場所を探してみたい。遠くで奇跡を聞きながら何もいいことがなかったこの街なら せめて一夜の夢と泣いて泣き明かして自分の言葉に嘘はつくまい人を裏切る前生きてゆきたい。遠くで奇跡を聞きながら何もいいことがなかった。この街で
はい、おいで。あしゃ。うわ、ちょうど10分やで。うわ、怖いなぁ。ね。ほなもうほら、TikTok の皆さんとはもうね、挨拶抜きで、お別れさせていただいたほら、この汗。こんなもう、ね、なんも自己満でもほら、汗出るんやから、正直な話。ね。そこんとこよろしくお願いしますよ。ということでね。おまけないけど、言うたけど。ね。やっぱり、TikTok の、ね、皆さんには申し訳ないね、と思いながらさ、腹は減ってるんやけど、どうしても、別れ惜しいな、とか、あるやん。これね、もうね、もう字も見えへん。別れ惜しいな、とか、10分超えて、とか、早せな、とか、出た。もう俺の時この間やったしな、とか、あるやん。そのファイルやったんか、これは。夢破れて。これ、ちょっとだけ。これでも途中までできるのかな、切れるのかな。途中で切ってもいい？やってみようか。どんなやった？一番最初のやった。あ、デイドリームやったな、この間。触れ合い、楽しみに。うん、夢の坂道は、やった。この灰色の石だったみ。俺は、手のひらに、澄んだ水をすくって、やった。あれ、何やった？これ何？わあ。卒業やな、ほら。青春時代。どんなこと？これなんでこんなんだよな。卒業までのやつ。あなたに。20歳の方がやる。サザエさんあるで。サザエさんやったら日曜日ですから、あれ。ね、金曜日ちゃうんかな。サザエさんあるで。どんなの？サザエさん。お魚、お魚、お魚くわえたドラ、お魚くわえたドラ猫を追っかけて、嵐でかけてく陽気なサザエさん、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる。今日もいい天気。子供を集めて広場で、これ2番いうのもこんなんあるんですか。子供を集めて広場で臭い野球、打っても泣いても元気なサザエさん、みんなが笑ってる、青空も笑ってる、ルルルルルル、今日もいい天気。3番ある。買い物し、あ、これ3番。買い物しようと街まで出かけたら、財布を忘れて、愉快なサザエさん、みんなが笑ってる、子犬も笑ってる、ルルルルルル、今日もいい天気。4番の明るい笑顔に幸せついてくる、
楽しい仲間と陽気なサザエさん、ご一緒にみんなが笑ってる、夕焼けも笑ってる、ルルルルルル、今日もいい天気。サザエさん、よし、ね、これなんでサザエさんがあるかはよくわからないね。忘れたーい。おう、あるでしょ。明日もやろう。ね。日曜日サザエさんしようか、ほんなら。日曜日はサザエさんね。決めたりなんかしたりなんかしましたね。おうに、ありがとう。ログロール。明日もよろしく。今日は夜更かし。よろしく。汗だく。バイバイ。夢見てね。また夢で会いましょう。明日、朝会えたら。